自動車、オートバイ、オートバイの種類様々な種類のオートバイが一堂に会してのパレード。オートバイの種類では、原動機を搭載した二連車であるオートバイの形状や用途による分類を解説する。オートバイは用途、設計、特徴などの様々な要素によって分類され、その種類は数多い。分類方法には法規に基づく排気量や変速形式を基準にする分類や、 用途、構造、特性など、利用者の価値観に基づく分類などが挙げられ、それらを組み合わせた説明がなされている場合が多い。例えば、1980年代に出版された百科事典では、大別すれば、スポーツ性を重視し、体を使いつつ、走行すること自体を楽しむタイプ通勤、通学などの移動手段として利用される、比較的小型のタイプになるとされ、 一のスポーツ性を重視したものを、さらに細分化すると、舗装道路を快適に走るための、オンロードモデル路面状況を選ばず、走るためのオフロードモデルに対別できるとされている。さらに、スポーツ性を重視したモデルの中でも、オンロード、オフロードともに、一般行動での走行ができない、オートバイ競技専用の車両なども存在する。こうした基準を踏まえた上で、 一般に流通しているオートバイを扱うカタログ雑誌では、ネイキッド、スーパースポーツ、ツアラー、メガスポーツ、クルーザー、デュアルパーパス、スクーター、レーサー、ビジネスバイクなどといった分類のもとにオートバイの車種の解説が行われている。排気量の大きさで区別して、排気量の大きなものを大型バイク、排気量の小さなものをミニバイクと分類することもある。 例えば、駐輪場の管理者などが用いており、何 cc 以上を大型とみなすか、その線引きについては、様々な方法がある。駐輪場などでは実際上は 125cc 以上で線を引いている例は多いが、文言上は 50cc 以上としている例もある。自動車免許での運転が可能な、原動機付き自転車など、排気量の小さなものをミニバイクと呼ぶことがある。 その車両を使用したレースなどが存在し、競技車両規則から一定の使用が求められる場合などにおいては厳格な使用、分類などが当てはめられる場合もあるが、こうした分類はメーカーによる販売戦略を受け、使い勝手の広さをアピールする意図で他の分類を意味する単語が与えられたり、オートバイ雑誌やユーザーなどによって異なる分類がなされ、さらなる細分化がなされることがある。したがって、 以下に列記する分類名は必ずしも普遍的なものではない。オンロード車でワインディングロードをかけるのもオートバイの楽しみ方の一つである。オンロードモデルを用いてサーキットでレースを行うという楽しみ方もある。オートバイメーカーの総合カタログなどにも用いられる。大分類でロードスポーツ、ロードバイクとも呼ばれる。 舗装路を快適に走行できるように工夫されたタイプのオートバイを総称して、このように分類され、道路舗装の進んだ日本などの国では最も、車種構成の幅広い分類である。オートバイでは、舗装路を離れて、大自然の中へと乗り出していく、という楽しみ方もある。オフロード車の特徴は、未舗装路も走ることができることであり、一般に、ストロークの長いサスペンションなどを備え、 オンロード車では走行不可能なこうした道でも走ることができる。デュアルパーパスは未舗走路、舗走路のどちらも快適に走行でき、写真のような未舗走路のロングツーリングにも向いている。デュアルパーパス車やアドベンチャー車で大陸横断や複数の大陸走破を行う人もいる。舗走道路以外でも走ることを前提に設計されたものをオフロードタイプやオフロード車などと呼ぶ。 中排気量のものをミドルオフロードまたはミドルオフ。大排気量のものをビッグオフロードまたはビッグオフとも呼ぶ。総じて体型のスポークホイールや長いストロークを持つサスペンション、軽量で細身の車体を持っているのが特徴である。軽量化のためにバッテリーやセルモーターを排したものもある。かつてはスクランブラーと呼ばれていた。出前機を搭載した。 出前仕様の株。ベトナムのホーチミン市など、東南アジアでは、日本とは、比較にならない重積載で運用されることもしばしばで、ある。通勤、通学、あるいは事業活動に、オートバイが利用される場合は多く、こうした用途に向けて設計された車種を、タウンユースモデルと呼ぶ場合もある。ファミリーバイクと呼ばれることもあり、メーカーによる製品の分類名とする場合や、 保険会社が提供する特約の対象として用途が限定された車両の区分として用いられている場合などがある。また、報道や行政では小型のオートバイを総称してミニバイクと呼ぶこともある。片手が塞がった状態であってもシフトチェンジができるように延伸式自動クラッチを採用してクラッチレバーを割愛するなど運用を補助する簡便な操作形態に設計されている場合がある。 出力よりも経済性、利便性が優先され、積載量、耐久性、燃費や車両価格などに引い出た設計とされる傾向にある。オンロードレースやオフロードレースにかかわらず、競技用の車両として一般向けに市販される完成車で、コンペティションとも呼ばれる。保安部品を備えず、登録書類は発行されないのが一般的である。競技車両規則に基づいて、 製造販売されるものもある。輸入車両については通関証明書類を提示し保安部品を備えれば正規に車両登録することが可能で行動走行も行える場合がある。このことから日本でも販売している競技用車両を海外から輸入して行動走行仕様にする業者もある。ポケットバイクと呼ばれる1970年代に日本で誕生した ミニチュアサイズのオートバイやホンダ QR50 やヤマハ PW50 のように子供用として設計されたモデルもある。ウィキメディアコモンズにはオートバイの種類に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。